はい、一人でできるもんの、中の人です、今回ですね、100の質問というのをですねいただきましたので、それをね、答えていきたいと思います。普段ね、あんまりそういうのはやってなかったんですけどね、せっかくということでね、僕のことを少しでも知ってもらえたらなと思ってやっていきますんでね、まあ、興味ないかもしれないですけどね、とりあえずやっていきますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあ行きましょう。竹村良平です。沖縄県です。170弱ですね。これはね、季節によって変わります。60弱、これもですね、60超えたことないんですけど、55から60の間を変動しております。26センチ弱ですね。26だとちょっと大きいかなって思うんですけどね、 25.5 だとたまにね、横幅がって思う時もありますね。ちなみに縦のサイズだとね、24センチは強引に履けば履けたりとかします。ちっちゃいです。もやしと椎茸、かぼちゃです。これは秋ですね。春もいいんですけどね、まあ自分の誕生日が9月っていうこともあって、もう秋ですね。緑かな、強いて言えばって感じですね。綺麗な色は何でも好きなんですけど、緑、僕は平和主義っていうこともあるんでね、緑はなんか惹かれますね。日本酒、別にね、ある程度お酒飲めるんですけど、日本酒かな。まあでも家だとね、赤ワインを飲んでることが結構多いんですけど、赤ワインはね、翌日残んないんですけどね、日本酒は二日酔いになっちゃうんで、まあ結構気合い入れた時しかあんま飲みたくないなっていうのはあるんですけど、まあ結構日本酒、久保田千住とか八海山をあれば飲むかなって感じです。これはね、自分だとわかんないんですけど、人からよく言われるのは手ですね。手ね、別に37のおっさんの手なんであれなんですけど、なんか手はね、結構褒めてもらうことが多いです。15歳からやってますんで、22年になりましたね。22年です。これは、僕サラリーマンをやってたんですけど、その時に少年ジャンプルっていう番組に出させてもらってね、で、まあ番組出るとね、いろんなそのダンスイベントとかオファーが来まして、で、それをね、全部ね、出たいです、出ます、出ます、いいですよって言ってるとね、さすがに休みを使わないと出れない数まで増えまして、で、上司にそれ相談したら、お前しかできないことを今はやればみたいな、いつ戻ってきてもいいよみたいな感じで言ってくれたんで、じゃあちょっと一回試してきますっていうことで、仕事を辞めてダンサーとして始めましたね。それが今までずっと続いている感じです。これはいない、これもいない。ない、全然勉強してこなかったんでね、あんまないですよね。これはね、グミです。グミは好きですね。これね、ポップコーンはあれですよ、味付けを自分でするのが楽しくて、おすすめは、味の素振って塩コショウ少々振って、で、トリュフオイル、もうね、これだけでね、まあ美味しくなりますね。トリュフオイルおすすめですんで、やってみてください。背伸び、これはもう無意識のうちになんかやっちゃってるやつですね。他力本願、もうね、これにつきます。もうね、ほんと自分じゃ何もしない、ね、運だけで今まで生きてきてますんでね。まあ、ダーツですね。ダーツはね、もうずっと上手くならないけど、ずっとやってますね。楽しいんですよね。
野球ですね。野球。野球はね、何がダメかっていうと、デッドボールが怖くてバッターボックスに立てないっていう。当たったらね、サッカーやってたんでね、ボールは慣れてるんですけどね、あの硬いボールがね、あのスピードで来て体に当たったらと思うと無理ですね。ハースストーン。ハースストーンはね、もうずーっと飽きずに、コツコツやってるんですけどね、これも全然上手くならないんですけどね、なんか頭で考えるの好きなんですよね。将棋とかも好きだし、考えるものが好きです。サッカー部。まあ、ほぼ幽霊部員ですけどね、サッカー部にいました。これ、ショベルカー。ショベルカーっていうのはね、なんか僕も自分ではよくわかんないんですけど、親から聞いた話です。ショベルカーになりたかったんですって。でこれはね、リアルクレヨンしんちゃん。っていうのも、これも僕はわかんないですね。親がよく頻繁にクレヨンしんちゃん、ね、番組でやってるのを見て、あんたみたいみたいなね、若いちっちゃい時のあんた全くこれよみたいなことを言われてたんで、でも信じられないですけどね、自分だとね。でもそうらしいです。うん、これはね、優しい。もうこれ自他ともに認める、私優しい人ですからね。うん、これも優しい。優しいっていうかね、まああれですよね、怒れないというか、あんまね、なんか厳しくできないっていうのは良くないかなと思いますね。玉ねぎのみじん切りですね。だからね、そっちゅう泣いてますよ。結構料理はする方なんで、そっちゅう泣いてます。これはね、ほんとキンキンで言うと、息子の筋肉マッチョパンチですかね。筋肉マッチョパンチはね、子供が、保育園迎え行くとね、もっと遊びたいらしいですね、保育園でね。だけど、迎えが来るとね、強制的に帰らないといけないっていうので、いつも怒ってね、筋肉マッチョって言ってね、変身するんですね。筋肉マッチョに変身して、パンチしてくるんですけど、まあ可愛いですよね。筋肉マッチョってどこで覚えたのかわかんないですけどね。スペアポケット。スペアポケット。まあこれがあればね、まあずるいって言われるかもしれないですけど、これがあれば、ね、後々何でも出せると。黒人です。はい。迷うな。バリアンリゾートホテル。バリアンですね。バリアン。これもいろいろありますけどね。バリアンリゾートホテルに行くことが増えたこと。将来設計かな。母ですね。これはもう完全に母です。ダンサーじゃないですけど。やっぱハースストーン関係が多いですかね、割かしね。絶叫系です。これはもう全然僕大丈夫な方なんで、絶叫系ですね。もうね、ほんと全然信じてません。逆にちょっと語り合いたいくらいです。確か親の話だと5歳くらいに、保育園の担任の先生を好きになったはずです。鼻筋ですかね、鼻筋フェチ。鼻筋が通ってるだけで2割3割増しくらいに美人に見えます、僕は。これはね、もう下半身です。カラオケですかね、カラオケね、ほんと音痴なんで、音痴じゃなければね、ほんと歌手になりたかったなくらい歌は好きなんですけど、はい、カラオケが嫌です。これも他力本願。もうね、最高ですよね、他力本願っていう響きがね、これね、選べないんで、なかなか思い出がたくさんありすぎて、
小室哲哉さんの作詞作曲、作曲であれば、小室系であれば大体思い出になってますね、昔ね。あ、これも簡単ですね。バリアンズドトークです。これね、後頭部。なんかね、ほんと東尋坊か俺かっていうぐらいね、すごいんですよ。お前です。もうこれもバリアンリゾートホテルですね。でもやっぱバリアンリゾートホテルかな。まあ昔から変わんないですけどね、バリアンリゾートホテルです。バリアンリゾートホテルの年間パスを、はい。YouTube の登録者数ですかね。今はとりあえずの当面の目標というか、まあないんですけどね、別にそんなない。まあ C というのはバリアンリゾート。あ、これはもう自信満々に下半身です。まあね、ここまで言っといてあれなんですけどね、童貞です。なんですかね、でもあんま食べないんですよね。食べないけど、まあ唯一食べてるなってイメージがあるのがジャガバタかな。ジャガバタ、これはね、こういう謝ってた、ごめんなさいのやつです。謝ってばっかりです、僕は。これもバリアリゾートホテルですね。難しい。ガラパゴスメスヒトモドキ。ガラパゴスメスヒトモドキ。検索しても出てこないですか。でね、21歳。もうね、バリアン三昧。何ですかね。性別は変わんないですよね。これも少年チャンプルじゃないですかね。少年チャンプル。やっぱり人生変わったきっかけになった番組なんで、これ少年チャンプルです。これね、お仕事した時ですね。情熱大陸。情熱大陸ね、情熱ないんですけどね、情熱ゼロなんですけど、出てみたいというか、仮面撮るんだったら情熱大陸で撮りたいな、みたいな。なんか、変な夢はあります。チャンピオンで、チャンピオン、ムーンウォークスカイ大会でね、2020年度の私、ね、マスタームーンウォーカーの称号をいただいてますんで、チャンピオンにしたいと思います。いや、これは思わないですね。まあ、趣味であったらいいけどね、仕事としてのダンサーにはもうなりたくないです。一人でできないやつら、ね、あのお前です。金銭面ですかね。本当コロナの影響もあってね、ダンサーっていう職業がね、固定給じゃないんでね、ここが気になりますよね。ないです。もうね、仏の化身くらい僕怒らないので、全然これないんですよ。まあ最近ずっと見てないですけど、そうですね、なんか、例えばローゼンメイデンとか。ローゼンメイデンはね、昔可愛いなと思って見てましたね。これね、ピンフです。ピンフ、平和と書いてピンフ。最近 Y3 ですかね、靴とか、ね、服とか Y3、 カバンもそうですけど、なんか Y3 ね、黒ばっかなんですけどね、 Y3 はちょこちょこ、はい。これ母ですね、母すごいなって思います。自分が親になったからようやく思うようになった感じですかね。まあこれバリアンリゾートホテルですかね。10年前はね、まあ
転職しろって言いたいですね。早くダンサーやめろって言いたいです。これも一緒ですね。ダンサーやめろ、転職しろって言いたいです。じゃあジゴロ紐っていうんですかね。他力本願でいきたいですね。何ですかね、バリアリゾートホテル行かないって言ったらもう行く行くって簡単についていきますからね。これもバリアリゾートホテルにだいぶ消えていくんでしょうね。これもね、デミムーアです。そう、今日ね、チェックしたんですよ。さっき。そしたらね、2741円でした。ありますよ、全然あります。どうですかね、40点くらいじゃないですかね。もう全然自分の理想とはかけ離れてしまってるんで、なんとなく40点くらいな気がします。はい、これはね、もう全然、仕事としてじゃなければ、普通にダンス楽しい、いいものなんでね、それやってほしいです。これ難しいけどね。今はね、スクールとかでみんな右習いの人たちが多いんでね、個性を大事に、やってくれたらなって思います。これね、高額当選。宝くじの高額当選。1等前後賞。ぜひ、当てたいですね。やりたいことか。スカイダイビング。スカイダイビングはね、ずっとやりたいんだけど、まだ叶ってないんですよね。スカイダイビングやってみたいですね。はい。これはね、さっきも言ったけど、情熱大陸とか出るんだったら外してもいいかなとか思ってます。今まで生きてきた中で、これもバリアリゾートホテルですかね。これはもうリアルに収入ですね。やっぱ、こういう仕事なんでね。これ来ましたね。確信。すごい。難しいなぁ。ダンスとは。バリアンリゾートホテルに行くための技術。ってことかなぁ。21年、今年、来年 ?2021 年は、もうほんと、ね、バリアン付けの1年にしたいなと思ってます。はい、もう十分幸せですよ。はい、この動画は、ほとんどがフィクションです。はい。ということでね、100の質問答えてみましたけどね、ちょっと真面目に答えるのが恥ずかしくて変なこと言ってる時もありますけど、なんとなく僕の人間性が分かってもらえたんじゃないかなと思いますね。今後もどんどん動画上げれたらいいなと思ってますのでね、今後とも、一人でできるもん並びに、中の人ですね、僕ですね、竹村亮平もよろしくお願いします。長い時間ありがとうございました。